はい、タイガーです。というわけで、この動画が出てる時には、シーズンは終わっててね、31日だと思うんですけど、こちらはね、30日ということで、残り3時間。はい、もう本当に最後です。5月、ありがとうシーズンマッチということで、最後こちらで暴れていきます。はい。S8 ヒプノスということで、もう、何が起こるかわからんけども、とりあえず S8 でもう、ボッコボッコボッコしていきます。はい。ということで、もう早速やっていきます。レッツゴー。さあ、リートリヒです。ここ勝ちたいね。OK、バハシュ、初手から引けてる。ファーネルくん出すか。ファーネルくん出して、どうしようかな。ダメですか。ダメだそれ。目や。すべてが噛み合わねえ。すべてが噛み合わねえぜ。一枚返しなんてされねえからな、これ。ああ、ダメだ。もうすべてが噛み合わん。ああ、ダメだ。もうダメだ、これ。すべてが噛み合わん。すべてが裏目に出てる。これダメだ。もうダメだ。あと全ベース引け。ビナも絶妙にいらんし、今。絶妙にいらんビナ。フェルノトがいい。フェルノト、トゥールだ。どっちか。ウィーブでもいい。もう、噛み合わん。噛み合わなさすぎて。もうすごい。もう噛み合わなさすぎてすごいわ、これ。次、バホとか引いたらマジでもうむちゃくちゃやから。もう噛み合わん。マジで噛み合わん。俺はさっきから何をしとるんや。あ、ペトラは噛み合ったな。ペトラ行くか。おりゃ。久しぶりに噛み合ったわ。けど、俺の方が HP が負けてるのはなんでですか。なーぜ噛み合わない。なーぜ噛み合わない。あらまあ、さあ S はい、もうむちゃくちゃです。むちゃくちゃです。むちゃくちゃです。これはむちゃくちゃだ。これは勝てねえよ。 85% 見て耐えるか。あらま、召喚位置ももうわやだな、これ。あ、クーフリン、これバーストバリア？いや、バーストバリアで当てたとて問題があるな。いや、バーストバリアで当てても無理だな、これ。当てるならこっちか。いや、にしても無理だな。にしても厳しいもんがあるな、これ。8100でしょ。無理でしょ。これアラジンとか出されたらもうブチギランケンやで、これも。何かの手違いで。いや、それ無理でしょ。いやー、くそー、対戦、あざしゃ。さあ、速攻流だぞ。これも駒投げして終わりだぞ。引け。OK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 。ヒップ出して、フェルノートでつなげる。これで OK？ いや、リスキーすぎるな。こっちでいいわ。ちょっとリスキーだったんでやめまーす。リスキーはやめまーす。無難に勝ちまーす。マーリアか。はい、もうこっち行きます。デバフかけていきます。これはね、ただでさえ相性もいいのに S8 で S 投げまくれば
負けるわけがない。 OK、 それはもうヒプノスでコンボで取ります。それは OKOKOK、 これはもろたで、やっと刺さった。これはもう殴る。 OK、 相勝った。これはもう勝った。こっから負けたら俺マジで危ねえ。変なこと言いそうになった。変なこと言いそうになった。死んでもええとは言いたくねえ。死にとはねえもん。死にとはねえから。オッケーオッケー。で、これで引けずに。引けないんかい。まあまあいいでしょう。これ飛ぶよね。よし。よし。バチコリ。オッケーです。対戦。あざしゃ。ヒュップ対決、どっちのヒュップが強いかな。絶対にバハシおるのなんで、さっきから思っとったけど絶対にバハシおるのなんで、なんでバハシおるん。お前1体しかおらんやはずなのに。バハシ確率 100% なんですけど、なんでなんでですかあんた。俺お前10体ぐらい入れとるぐらいの確率で引いとんだけど、さすがにエグすぎる。お、まさかの仕打ち。仕打ちから来る。まあ、ヒュープでしょ。で、ウィブもいる。さあ、あとフェイルノート、トゥールでどっちか引ければ、かなり勝利が近づくよ。勝利は近づかん。誰が近づくんだ、勝手に。勝利が近づきます。庄司が近づくて。わけわからん。友達に庄司くんいないんですよね。結構いる名字だと思うんですけど。OK。空風林でしょ？空風林も X でゴリ押し体制入ってもいい気はするんだけど。それだったらウィブでいいかな？ウィブにしとくか。取ったでいいからな。取られたら取られたで、盤面取って、美味しいんで、これでいきまーす。これでいきたいと思いまーす。まあ、返し罠は入ってないんでね、ヒュープは。返し罠に、ヒュープに返し罠入れてるやつがいたら、もうそれはもう、もはや怖い。怖いとしか言いようがない。はい。大きく、完璧。これよ。俺がしたかったのはこれですよ、これですよ。じゃあ、こういうことです。オッケーオッケーオッケー、完璧。完璧です。これで、まあ、ただ完璧なムーブをして負けるっていうパターンが、負けるってパターンが、負けるってパターンが、ありえるね。とりあえず出せるもんか出すわ。ちょっと待って、これ普通に負けるぞ。そのグノーはちょっと初耳やわ。グノー入れない派なんで俺、ヒプノス。ちょっと自分が入れない派なんでグノーの存在忘れとったわ。いや、このタイミングで出てくるかお前。マジでだるいなグノー。いや待って、普通に負けるぞこれ。うわ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 、まずいまずい。ここら辺置いとって誘うか。こいつなんて言ったって 80% 返すんで、特殊 80% 返すんで、まさか特殊を返す罠をそこに置くとは思ってないでしょ。相手も返してこい、返してこい。これ返したらマジで神回だぞ。いや、さすがに返さんか。ワンチャン神回来るぞ、これ。じゃあ、それから行くね。神回の彼女もなかったー。彼女もなかった。
神回の彼女もありませんでした。神回の彼女も得られませんでした。ダメだなこれ、ダメだ、頼む返してくれ、このわけわからん罠を返してくれ、相手返してくれ、バイセル返してくれ、もう返せ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 、来た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 、ワンチャンないこれ、無理、うれ耐えたけど、いやなあ、それさ、なんか引いとったらワンチャンあったくね、それだってこれ結構出るぞ、言ってももう嫌になっちゃうね、本当に本当に嫌になっちゃう。はいはい、銀次郎で負けましたと。対戦アザシャ、さあなんかようわからんデッキきた、ようわからんデッキきた、初めてのトゥールラ、よろしくお願いします。とりあえずこのわけわからんやつ捨てるわ、この特殊わけわからんやつ捨てます。さあでファビオね、俺全然 S 引かんな、マジで普通に S4 みたいなことしょる、 S4 みたいなことさっきからずっとしょんよな、マジでもう行くかトゥールラ、マジでずっとなんか S4 みたいなことしょる。さあここで相手がどう来ますかね、うわ罠か、結構ヒュプ出したら返されるな、俺ほんまに S 入ってる、これほんまに S 入ってる、マジでこれやばいぞ、マジでこれはほんまに入っとるんですか、 S が、これはやばい、本当にもうやばいとしか言えねんぐらいやばい、次引かんかったらこれはもうこれはもうやばい、あやばいマジでほんまにおる、一応 S8 なんですけど、多分お相手さんが一番びっくりしてる、相手めっちゃ B ゴマ切ってくるのに全然すごま出してこんって思ってる、いや俺より向こうの方がビビっとるな多分。ちょっと待って、マジでよる、それそれはマジでよりますか、それちょっと待って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 、話が違う話が違う話が違いすぎる、それはちょっと話が違いすぎるんですけど、もうおかしいおかしいおかしい、今から明るい未来刻めるか、おい、あの意外といいぞこれ、意外と相手なんか苦しいかもしれない。さあここで罠来たらもう明るい未来は終わりです、罠来たらもう明るい未来即終了です。ルインかビナ、これビナだな、これビナだ、完全にビナだ、いや大勝させんなよ今、大勝させんなよ今、今大勝したら死ぬだろうかこれ、これ次人生で死ぬよな俺、大勝ダメよな、これ大勝ダメだよな、こっちか、もうアホしかおらん、アホしかおらんって、
この状況で代償させんなよ。人種炎で終わりかこれ。そっち来るか。はい、はい、終わりです。対戦アザシャ。はい、というわけでもうむちゃくちゃでしたね。5月最後もう最悪な終わりでした。はい、なんですけど、まあとりあえずこの動画で S8 はあくまで運がいい人が組んで楽しむデッキだということが分かりました。はい、ロマンのロの字もありませんでした。はい、ストレスが溜まって5月沈ま終わりました。はい、ということで、まあ6月からもね頑張ります。はい、で、まあ、最後にご報告というかね、一応このねレジェンド、はい、入ることができたので、もう初めてでね、もうこの左上のマークね、レジェンドがあるっていうのも感動なんで、まあちょっと来月というか、今回のタームは、ロイヤルバトルもね、ちょっと手出していこうかなと。はい、ちょっとテストの期間がもしかしたら入るかもしれないんですけど、まあ、時間があればね、ロイヤルバトルとかも手出して、はい、全部、もう一回ランカーにね、戻りたいと思います。はい、ということで、この動画が面白かった、参考になった方はチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターの方も待ってますので、ツイッターの方もぜひよろしくお願いします。はい、ということで、来月もまたよろしくお願いします。バイバイ。